疲れた顔しておはようを言って寝不足気取ってイメージ作ってるの駆け引き上手な釣りをしても結局巨大なダメージ食らったよね言いたいことなら山ほど歩いて横顔にほら書いてあるいいじゃないどうだってやるんじゃないどうしたってその手伸ばせばチャンスはそこにあるんだから右も左もないなら前に進めばいいでしょ振り返ればほらそこに虹色の風が吹いてくる波